美し獄を越し、三重は、三重県で2009年から2014年までの6年間に、わたって展開されていた三重県の取り組みの一つである。日本書紀などの山と姫命の伝説では、美し獄と称された、理想的な地域づくり、文化力を生かした自立、持続可能な地域づくりを目指し、文化力を生かし、地域資源の持つ多面的な価値に着目して、 その地域ならではの渦漏れた魅力の再発見、磨き上げを行うとともに、県内各地で、すでに展開されている、地域づくり、町づくりの取り組みを、さらに加速させ、自立、持続可能な地域づくりにつなげていくことが主体で、当時三十県知事であった、野呂秋彦の政策の一つであった。馬宿にという言葉は、文献では、日本初期巻6水人天皇十五年三月の、上、 アマテラス五大神の祭祀を大和姫命に託した一節に所見される。広辞園によれば、馬氏は、うまいことであり、美しは、満ち足りた良い国、美しい国とある。つまり、美しごとは、海や山の自然に恵まれ、心が満たされる地域。文化を、芸術や文化財だけでなく、生活の質を高めるための人々の様々な活動を。 およびその効果と広く定義した上で、文化の持つ人や地域を元気にし、暮らしをより良くしていく力及び人や地域が持っている人々を引きつけ魅了する力を文化力と捉えている。文化力を活かした自立、持続可能な地域づくり自発的な地域づくりグループへの支援自立性、持続性を高める仕組みづくり新たな イベントスタイルによる地域力の結集と成果の情報発信2009年から2014年までの6年間にわたって展開されていた。地域での美しごくおこしテーマに基づき、全県的に取り組む美しごくおこし節目に行う効果的な情報発信の取り組み、めぐる、つぐむはぐくむ、とこわかの30。ありがとうございます。